目指そう生涯現役姫路。この番組は誰もが生涯を通じて健康的な毎日を送るため、姫路市からさまざまな運動を紹介し、楽しみながら運動習慣を身につけることを目指します。今回の目指そう生涯現役姫路は、姫路市広畑区のメディカルフィットネス広畑運動リハビリセンターベネチアからお送りします。今回は反り腰姿勢をテーマに行います。日頃ぽっこりお腹が気になる、腰と太ももの前の筋肉が張るといった症状はありませんか？これはお腹の力が抜けており、腰を反った姿勢が原因で起こっている可能性があります。本日は姿勢改善につながるエクササイズをご紹介しますので、無理のない範囲で私たちと一緒に頑張りましょう。テレビをご覧の皆さんも画面を見ながら一緒に運動してみましょう。まずは腰とお尻周りの緊張を和らげていきましょう。正座の姿勢をとり、両手を前について太ももにお腹をくっつけます。背中を丸くしていきます。この姿勢のまま深呼吸を行います。5秒かけて鼻からゆっくり吸って、5秒かけて口から吐きます。鼻から吸った時に腰やお尻周りに空気が入り、膨らむ感覚を感じましょう。注意点は呼吸中に太ももからお腹が離れないようにすることです。反り腰姿勢の方は腰とお尻周りの筋肉が緊張しやすい状況にあります。5呼吸から10呼吸、ご自身が心地よいと感じる回数で行いましょう。では鼻から息を吸います。1、2、3、4、5、口から吐きます。1、2、3、4、5、鼻からゆっくり吸って、1、2、3、4、5、口から吐きます。1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。次に反っている腰を丸める練習を行います。仰向けになり膝を立てます。手の甲を腰に当てます。腰で手を潰すように力を入れてみましょう。やり方は恥骨を天井に持ち上げるように骨盤を後傾させていきます。息を吐いて肋骨を締めて、お腹をへこませながら行うと、インナーマッスルである腹横筋の働きも良くなります。まずは3秒間力を入れてリセットを繰り返していきます。力を入れた際、首に力が入る方はまずは首の力を抜いて腰を丸めることができるように練習していきましょう。うまくできた方は両足を上げて、腰で手を潰しながらゆっくり足を交互に倒していきます。この際、腰が手から離れないようにコントロールすることで弱くなった腹筋群が鍛えられます。まずは30秒間続けて行う練習をしていきましょう。1、2、3、1、2、3。
1、2、3、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 1、2、3。はい、ありがとうございます。最後は腹筋群の強化と背骨の柔軟性を高めていきます。膝を立てて座り、手を前に伸ばします。息を吐きながら腰を丸めて後ろに倒れていきます。腰がついたら背骨の下から順番に床につけていき、最後に頭をつけます。頭がついたら横を向いて起き上がり、スタートポジションに戻ります。ではもう一度いきます。膝を立てて床から一つ一つ背骨を下ろして、最後に頭をつけます。頭がついたら横を向いて起き上がり、スタートポジションに戻ります。ではもう一度いきます。腹筋で背骨をコントロールしながら少しずつ床に下ろしていきます。背骨一つ一つを床につけていくイメージで行うと、背骨の柔軟性が高まっていきます。せーの、1、2、3、4、5。まずは5秒を目標に行っていきましょう。せーの、1、2、3、4、5。ではもう一度いきます。1、2、3、4、5。せーの、1、2、3、4、5。はい、ありがとうございます。皆様お疲れ様でした。姿勢が崩れると関節に負担がかかり、腰や膝の痛みにつながっていきます。反り腰姿勢の方は腰や太ももの前の張りがなくなるまで継続してエクササイズを行い、痛みを予防していきましょう。今回の運動は健康運動指導士として広畑運動リハビリセンターベネチアで生活習慣病改善に向けた運動を指導する芦田さんにご紹介いただきました。目指そう生涯現役姫路は姫路市の提供でお送りしました。